熱火作戦は、日中戦争前に行われた大日本帝国と中華民国の軍隊の間の戦闘。多くの英語の資料では、英語、ファーストバトルオブホペー、第一次熱火の戦いとして知られている。本校では、これと連続性を持つ艦内作戦についても触れる。この間、日本は、軍閥超学僚から内モンゴルの熱火将を守備よく、勝ち取り、 それを新しく設立された満州国に併合し、その南の国境は万里の頂上にまで拡大された。満州南西部にあった熱火には中国本土と満州を分ける国境として万里の頂上が存在しており、熱火作戦は頂上付近での中国軍の進出増加によって満州国の国防上の懸念が提起されたことに橋を発する。 当時の関東軍による満州国建国計画では、北のソビエト連邦が念頭に置かれており、背後の中国軍を頂上から突き放しておくことが必要とされた。熱波では、日中の小競り合いの多発により、治安が悪化しており、長学寮がこれを利用して4万の抗日義勇軍を結成した。武藤信義関東軍司令は1月11日に、 熱火平定作戦の実行を決め、2月4日の作戦最下上層では、艦内に進出せざること、艦内を爆撃せざることを条件として最下が降りた。こうして、2月9日には、熱火省を満州国領に置くことも目論んで、熱火経路計画が立案され、対熱火作戦司令部を置いた、満州国も、2月18日に、熱火進行声明を発表。 22日には在熱化中国軍に対して24時間以内の撤収を突きつけたが、これが拒まれたことで熱化進行が開始された。山海間は要塞化された万里の頂上の東端であり、頂上が海と勝ち合う場所である。1901年の義和団の乱協定の条件によって、大日本帝国陸軍は山海間に、 約200人の小さな駐屯地を維持していた。1932年10月1日に満州国国境警備隊と中国軍の間で起きた戦闘と12月8日に日本軍の装甲車が給水目的で山海間駅に立ち寄った時に起きた中国軍との戦闘は局所的だったこともありすぐに解決していた。だが、 1933年1月1日の夜、日本軍の中屯地司令は、手榴弾を数個爆発させ、数発発砲することで、事件を演出した。関東軍は、山海間を守っていた東北編防軍第626連隊に、通路の防衛線からの退避を求めるため、これを口実として利用した。中国の中屯兵が撤退を拒否すると、第8師団は、 最後通告を発し、走行列車4両と、戦車10台の支援とともに賛同を攻撃した。日本の攻撃は、爆撃機からの近接航空支援と、沖合の12隻の軍艦を伴う、第日本帝国海軍、第2艦隊の砲撃により支援された。1月3日、攻撃に抵抗できなくなった、中国の連隊長は、部下の半数を喪失してから、 拠点からの退避を余儀なくされた。第8師団は、この3日間の攻撃後に、3海艦内城を占拠した。満州の政策とは区別した、局所的解決を試みた関東軍と、陸軍中央部は、長学領に対して、山海艦からの一定範囲内への接近禁止を求めることで、第4旅団のみを残して、軍を退けた。二月十三日、 万里の頂上が、河北省との境界を形作る熱火を獲得し、北進する中国軍を抑えるため、政府の許可を得た関東軍はついに熱火作戦を発動した。25日には、第6師団が作戦行動を開始し、同じ日に朝日が占領された。3月4日には上徳も占領、10日には最前線が頂上に達し、頂上攻撃は10日から始まった。 県で武装する中国兵作戦自体は3月16日頃に終結したものの、その後の関東軍の進撃は頂上を超え、河北省にまで伸び、北平に至る前の5月に中国と停戦することになった。3月24日には国際連盟総会で立ン報告書が採択され、日本は連盟脱退の意を示し、同じ頃の関東軍は熱波に入場していた。 しかし、頂上一帯で日本軍の進攻が停止すると、館内に退却していた中国軍は20個師団を集めて反撃を始め北向きの防御用に作られた壁を南向きの防御に使ったこともあり、関東軍は苦戦を強いられるようになった。対して関東軍は警備に移行しつつあった部隊を再度作戦に呼び戻し、4月10日には、 司令部から越境を禁じられていた頂上を破り、河北省、東の中国軍を撃破、以後5月の停戦に至るまでの戦闘は、艦内作戦と呼ばれる。12日には、新高等を占領したが、昭和天皇の撤退の意向によって、4月19日には、前進部隊へ、帰還命令が出され、23日には、撤収を得た。 中国軍が再度反抗に出ると、小磯国明参謀長は攻撃再開の許可を得、5月3日に、関内への進行を命じた。この、第二次関内作戦は、満州国境付近の中国軍排除と、河北地帯の中国軍権降伏を目的としており、7日に進行が開始された。15日には、中国軍が、撤兵条件を受諾した場合に、関東軍が、 頂上戦線まで下がる意図を示したが、これに対する返答はなく、20日に密運、法順まで進行、21日に通州を占領した。天津特務機関の板垣清志郎少将による工作活動の会もあり、中国軍は5月25日、密運の第8師団についに停戦を求め、延長。 はやして井川より南に撤収することを条件とした。5月30日から31日に、単空で行われた、停戦協定は、単空協定と呼ばれ、北平と天津を結ぶ線の40から60キロメートル北に、引いた線と、頂上の間に、中国軍を入れない非武装地帯を創設した。だが、この非武装は完全ではなく、中国軍撤収後に、 関東軍も撤収を始めるはずのところを中東を続けて東と満州の治安維持と交通や郵便といった通信税関設置協定の一方的締結を行うなどエリア一体は純満州国化した関東軍はこの作戦で中国からの干渉を絶ったことにより誕生したばかりの満州国の盤石を固めることができた紹介石にしてみれば 河北防衛が危機に直面した一大事であったが、中国共産党の打倒を目標とする彼は停戦によって第5次総共戦に専念できた。ありがとうございます。